監督、コーチ、選手38名が、揃って行う最後の会見となります。また日本のメディア向けとなっておりますので、終始日本語で進行させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは初めに、栗山監督より、監督に就任されて、本日、優勝される、この日に至るまで、振り返っていただきまして、嬉しさと、喜びの声をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、座ったまま失礼します。夜の遅い時間に皆さん本当にありがとうございました。チームを作ってみんなで、とにかく世界一になるんだというふうに思って全力でやってまいりました。本当に選手たち、大変な中よく頑張ってくれて、素晴らしい野球ができたというふうに思っています。短い時間ですけれども、なかなか全員の声を聞くことがないので、選手の方からいろいろ話を聞いてあげてほしいと思います。本当に皆さんありがとうございました。続きまして、大会 MVP を受賞されました、大谷選手、大会を振り返りまた優勝の喜びの声を、聞かせていただけますでしょうか。はい、短い間でしたけど最高のチームで優勝できて、幸せですし、本当に全員が一つになって掴んだ優勝だと思うので、最高の大会でした。ありがとうございました。続きまして、宮崎キャンプから、ご参加されておりました、ダルビッシュ投手、この侍ジャパンでの、優勝の、喜びの声を聞かせていただければと思います。お疲れ様です。栗山監督を中心に本当にみんな仲良く明るく、素晴らしいチームで、こういう大会をしかも最後アメリカに勝てて、優勝できて本当に嬉しいです。本当に応援ありがとうございました。続きまして吉田正尚選手、大会を振り返りまして喜びの声を聞かせていただけますでしょうか。感無量です。ありがとうございます。続きましてラーズ・ヌートバー選手、侍ジャパンの一員としまして優勝しました。喜びの声を聞かせ願いますでしょうか。Just so thankful to be a part of the team. So thankful to the coaching staff, the players for accepting me, Ipe for helping me get on the team. I couldn't have asked for a better group of guys and a better coaching staff. I'm just so thankful. Saigo, Nippon daisuki. もう本当に監督をはじめコーチ陣、素晴らしいチームメイトと一緒にできて本当に良かったですし、まあ誘ってくれた一平にも感謝してますし。もう本当に最高です。優勝できて。ありがとうございます。それでは質疑応答に、移らせていただきます。はじめにテレビの代表の、質問をお願いいたします。質問の際は誰に対する質問かを先に お願いいたします。それではテレビを代表しまして TBS の藤森翔平が質問をさせていただきます。よろしくお願いします。まずは栗山監督に伺います。おめでとうございます。最終メンバー30人決めて発表してからおよそこの2ヶ月間、改めて我々ではそうできないほどの重圧と戦いながらこの2ヶ月間を戦ってきたと思います。その重荷など戦いぶりをご自身で振り返ってください。まあ、そう言っていただけるのは嬉しいですけど、まあ、試合の時も監督が一番何もしない立場なので、本当にコーチの皆さんやスタッフ、そして選手がね、もう命がけで野球やってくれて、こういう結果になったんで、ただただ嬉しく思ってます。それから監督にもう一点、もうさまざまな苦しい道のりだったと思います。ただあえて一つ挙げるとすれば、頂点に立つまでの大きな山場、ここを乗り越えたからこそ今チャンピオンになれたんだと思える瞬間を教えてください。まあ、その大会中ということよりも、選手の皆さんみんなが、本当に長い間かけて子供の頃から、野球を追い求めてきた。でその長い時間の末にね、こういう優勝があるというふうに思っているので、
まあ、その短い期間の僕のどうのこうのはもう問題ないんで、はい、本当に感謝してます。ありがとうございます。続きまして MVP の大谷選手に伺います。おめでとうございます。先ほどお話にもありましたが、大谷さんにとっても最高のメンバーで掴んだ優勝ということですが、このメンバーで戦った期間というのは大谷選手にとってどんなものに改めてなったのか、野球人生においてどんな位置づけになったのか教えてください。まあ、小さい頃からずっと夢見てきましたし、まあ、この大会で優勝するっていうのを目標の一つにしてきたので、本当に僕は宮崎から行ってないですし、本当に大会短かったなって今思うと短かったなってすごく思うんですけど、本当にこう素晴らしい先輩と素晴らしい後輩と本当にいいチームメイトたちと野球ができたのが、自分にとって素晴らしい経験になってますし、今後の野球人生においても、素晴らしい経験になったんじゃないかなと思います。夢に描いていたというお話ですが、最後こういう形でフィニッシュを迎えて優勝する、ご自身がマウンドに立って優勝を決めるというところまで夢に描いていたところだったんでしょうか。まあ、本来はクローザーではないので、そこはあまり、まあ、勝てば何でもいいと思ってましたし、まあ、今日も全員でこうピッチャーたちがつないできて、まあ、最後1点差で、緊張しましたけど、みんながつないできてくれたゲームを最後なんとか締めることができてよかったなって安心しました。最後選手の皆さん全員がわーっと集まってきた、その時をちょっと振り返ってください。どういうお気持ちになりました。で、まあ、先頭バッター出してゲッツーを取った時点でベンチの方見た時にみんないけるぞっていう表情をしてたので、かなり勇気づけられましたし、あと一人トラウト選手を抑えるっていうことにフォーカスして、自分自身にいけるっていう、自信も出てきましたし、本当に、まあ、あの時ベンチを見た時のみんなの表情に助けられたかなと思います。ありがとうございます。続いてはダルビッシュ投手に伺います。優勝おめでとうございます。チームの最年長としてここまで引っ張ってこられて、合宿の初日からメンバーを引っ張っていくと、優勝するためにどんなことが一番大事だと思ってここまで取り組んでこられたんですか。いや、まあ、その優勝がどうとかっていうよりかは、まあまあ、みんなが明るく笑顔で、まあ、野球をプレーしてほしいなっていうふうに、まあ、最年長としてはずっと思ってたので、まあ、そこだけすごく大事に僕はしてました。ダルビッシュさんがおっしゃった、まあ、宇田川ジャパン、宇田川投手をはじめその若手の皆さんの投手陣は今改めてどのように映りますか。いや、もう本当にまあ、みんなの友達のようになりましたし、実力としても、もう本当に素晴らしい選手たちばかりで、まあ、いろいろ意見交換する中で自分も本当にすごく成長できましたし、と同時にやっぱり課題もすごく見つかったので、まあ、本当に感謝しています。ありがとうございます。続いては吉田選手に伺います。おめでとうございます。吉田選手は今大会打点王にも輝きました。今大会を通じて、まあ、ご自身もメジャーリーグに挑戦するというその節目の、まあ、大会にもなりましたが、改めてご自身のその活躍できたポイントといいますか、感触について教えてください。まあ、本当に世界一を取ることができましたので、もう本当にチームが本当最高の結果で終えれたってことがホッとしてますし、すごく嬉しい気持ちです。吉田選手のこの活躍がチームメイトの皆さん、それからこれから野球で世界を目指そうとしている子供たちにとても大きな影響を与えたと思います。そのあたりはいかがですか。僕自身もたくさんの先輩方から勇気や感動をもらいましたので、まあ、どう皆さんに伝わったか分かりませんけれども、まあ、そういう子どもたちが増えてまたこういう舞台に、立ってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。続いて村上選手に伺います。よろしくお願いします。お願いします。準決勝で吉田さんが最後サヨナラの前にフォアボールで出塁した後、吉田さんからこう指を刺されて次は頼むぞというような、そんなメッセージだったと思います。今改めてあの一打が何か村上さんの今大会の本当に凝縮された一振りだと思いますが、その時の気持ちをもう一度改めて教えてください。そうですね、まあ、指を
刺されたのはちょっと見てなかったんですけど、まあ、あの時白石コーチから、栗山監督の言葉を伝えていただいて、すごくそこで腹をくくって打席に立てましたし、本当にこうチームの皆さんが、僕あの打てない人をカバーしてくれて、なんとかあの場面で僕に伝えてくれたんで本当にチームの皆さんに感謝してます。はい、そして決勝でも大事な勇気づける一発が出ました。そして今日の試合は師匠の岡本選手のアベックのホームランになりました。そのあたりいかがですか？そうですね、まあ、本当に展開的に、あそこですぐ点を取り返したっていうのは、今日の試合ですごく、大きなところになったと思いますし、まあ、ピッチャーの方々もすごく頑張って投げてくれたので、まあ、もうちょっと本当は点を取りたかったんですけど、なかなかこう相手のピッチャーを攻略することができなかったんで本当にピッチャーに助けられました。ありがとうございます。テレビの代表からは以上です。ありがとうございます。他各社皆さんよろしくお願いします。お疲れ様です。無職の杉谷健司です。今日の皆様の感動の試合で、会見場に紛れ込んでしまいました。申し訳ございません。栗山監督と、大谷選手に質問があります。まずは栗山監督から。今日の8回ダルビッシュ投手、9回大谷選手の、登板になったと思うんですけども、栗山監督は、シナリオを描いていたんでしょうか。また、そのストーリーはいつから描いていたのかお聞きしたいです。よろしくお願いします。シナリオ、はい、シナリオ、はい、難しいこと聞くね。あ、すみません、ちょっと初心者のものですみません。はい、まあまあ、そのシナリオということよりもチームが勝つためにどうしたらいいかっていうのはいつも考えてるだけなんでね。まあ、ああいう形になったのも、まあ、いろんな要因が重なって、というところもあるし、ただ理想としてこういうふうになったらいいなっていうのはね、もうずいぶん前からいろんなことは、ずっと去年の段階からいろんなことは考えてるんですけど、まあまあ答えになってなくてすみません。以上です。ありがとうございます。そして最後に大谷選手に質問です。宮崎キャンプ強化試合、1次ラウンド、準々決勝、準決勝、決勝と私常に、侍ジャパンのそばで一緒に戦っていたお気持ちです。ただ、まだ一言も大谷選手と喋れていません。果たして私のこと覚えていらっしゃいますでしょうか。まあなんとなくは、はい、これを機に覚えていただければありがたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。では他に質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。挙手でお願いいたします。はい、それではどうぞ。日刊スポーツの鹿間と申します。おめでとうございます。ダルビッシュ選手にお伺いします。10年前のことはもう覚えてないと何度もおっしゃっていますが、あの時の優勝を知ってるのはダルビッシュ選手以外はいないわけで、あの当時の日本の野球と14年後の今の野球、何か変化を感じるところありますか。いわゆる成長した部分ですとか含めてですけれども。まあ、そうですね、当時もあの素晴らしいあのチームだったと思うんですけど、まあ、今のチームはもっと例えばあのフィールド外、のところでやっぱりすごく笑顔あふれてますし、みんな本当に仲良く、本当にチームとしてあのすごく一致団結してるっていう感じはします。フィジカル的にとかメカニズム的にはどうでしょうか。まあ、フィジカル的にも全然違うと思いますね。やっぱり今はウェイトトレーニングだったりとか、まあ、いろんなそういうあの新しい情報っていうのが入ってきているので、まあ、ピッチャー見たら投げてる球は全然違いますし、まあ、あの野手のやっぱり打球を見ても全然違いますし、当時とはまた全くレベルが変わっていると思います。すみません、長くなりますけど、もう一つだけ。このチームでメジャーリーグで戦ったらどの程度戦えると思いますか。
まあ、それはシーズンわからないですけど、まあ、今日はアメリカのベストメンバーに勝ったので、優勝できるんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。ありがとうございました。他に質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。おめでとうございます。大谷選手にちょっと一つお聞きしたいんですけれども、まあ、表現をする側が受け手のがどう考えているかことっていうのは、まあ、コントロールすることできないと思うんですけれども、今回野球が持つ力をどう示せたとお考えでしょうか。まあ、最終的に勝つのは1チームなので、まあ、どうしてもそこに、まあ、今は日本にフォーカスされがちですけど、本当に各国の試合、接戦の試合多かったと思いますし、本当に、まあ、どのチームが優勝してもおかしくなかったと思うので、まあ、野球界全体がいい方向に進んでいると思ってますし、まあ、僕が強化試合から合流して、やっぱりこう僕がいた時よりも数段レベルも上がってますし、ピッチャーもバッターも、まあ、ダルビッシュさんもさっきおっしゃってましたけど、明らかに進歩しているので、そこがまず一番嬉しかったですね。あの結果云々ではなく、いい方向に進んでいっているっていうのが、僕自身の中では一番嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ではこれでは、最後の質問とさせていただきたいと思います。では最後の質問の方、どうぞお願いいたします。すみません、TBS の甲斐と申します。佐々木選手と山本選手について質問です。すみません、準決勝、まずは佐々木選手から。すみません、準決勝の先発マウンド、世界の舞台に初めて立ったわけですけども、あの時の気持ちと、そしてメジャー選手に対して、投げた感触といいますか、その辺をお聞かせください。チームとして負けれない試合だったので、とにかくこう自分の出せるものを出そうと思ってマウンドに立って、まあ、最初いい形で入れたんですけど、まあ、最後は、まあ、点取られてしまって、すごくこう、メジャーリーガーの力を、感じました。ありがとうございます。そして山本選手、まあ、日本で数々のタイトルを取っており、そして、佐々木選手からマウンドを継いで投げましたけども、同じようにマウンドに立った気持ちと、でメジャーリーガーに対しての感触はいかがだったでしょうか。あの空気の中で、あの雰囲気の中で、野球できたのがすごく、嬉しかったなと。相手打線も、素晴らしい選手ばかりで、対戦できたので、はい、すごく、経験できて、はい、良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとお時間になりましたので、こちらで、侍ジャパン優勝会見を、締めさせていただきたいと思います。監督、コーチ、選手の皆様、遅い時間まで大変お疲れ様でした。ありがとうございました。